めちゃくちゃ怪しいやん俺。ボタン使ったで死んでもらっていいですかね。うそやしこいつ死んでもないぞ。うん、せーナイス。ナイス。ナイスです。僕 足じゃなくなりました。よろしくお願いします。足じゃなくなった。足じゃなくなった。二足方向じゃなくて僕一足方向になったんで、これからちょっと足方向になってくる。ゼロ足、ゼロ足、ゼロ足、ジャンプです。ジャンプです。見たい。あいつするな。教師みたいな動き方になってしまったんで。自分が聞いた時なんか死人で安すぎるんだよな。よろしくお願いします。え、マジで？ちょ、見に行こう。そんな感じなんだ。カカシみたいな。いつもね、話題をね、実はね、メモしてる。うすうす気づいてる人もいるかもしれないけど。なんかあったっけ。あ、ロンドンハーツをね、TVerでちょっと見ましたよ。あ、面白いね、ロンドンハーツね。すげえ、ハニー。ピンク緑。あ、重い。再起動したから。ピンク緑。あら、かわいそうに。どこ？お見舞い通路でーす。え？割と直近。うるさいの、めっちゃ通ったって。うん、戦艦さんと夏目先生が上、武器庫の下のタスク終わったタイミングで上に向かっていくのを見ながら、僕、停電直そうと思ったんですけど、まあいいやと思って戻って、引き返して見つけました。昨夜さんと僕です。武器庫下のタスクやってたのは。で、一緒に。いや、夏目先生、いや、昨夜さんです。昨夜さんから出ると思います。昨夜先端が武器庫から上がって、今ミーティングまで来てます。一緒に行ってます。ミーティングまで一緒に行ってます。のすけと伊豆が、停電になったタイミングぐらいでコックピットから出て行ったんですけど、うん、多分伊豆さんはエンジン行ったかな。僕は武器庫の方行って、そのタイミングで死体はなかったです。僕停電直してて勝ち合って最後全然うせよ、勝ち合った人誰かいます？あ、それ慎太郎です。昇降機右で勝ち合ってます。一番最後右が多分上がってない状態です今。合ってる、うん、なので、僕も関われないです。僕多分超筆頭で宿舎前で湧いて金庫行って、その後エンジンに降りた時に柿さんと先端さんの作屋さんにあったのかな。停電中だったんで詳しくないで、うん、その後メインシャワーで今シャワーにいます多分。あ、他見えてないです。筆頭じゃなくないですか？全然、うん、あ、だからそのエンジン側に一時装置無罪のインポスター。はいはい。僕は対抗か分かんないんですけど、三四郎さんと会ってなくて、経路的にはメインで多分伊豆さんとかと会って、その後停電中に、エンジン給油、宿舎前で最後昇降機左誰かがパタパタ乗ってて終わってるから。あ、柿が乗りました。なんか、はい、音だけ聞こえて柿さん厳しいと思います、うん、はい、影丸は？影丸は最後アーカイブ右ダウンロード中ギリギリ終わりました。新様とその前に会ってます。うん、シャワーしてるから影丸くんは無理だと思います。あ、じゃあ三試合か。じゃあのすけさんじゃないですか。僕武器庫から武器庫キッチン武器庫コミマイツーロで、まあ、逆に言うと弾けるのが柿作屋センターの3人ラインと伊豆慎太郎の停電、はい、で慎太郎影丸がつながってる、はいはい、この6人は絶対無理、うん、伊豆慎太郎はね多分 LG 目線でも結構無理っぽいかなって思っちゃう。これ待って、俺釣られへんやんね、これまだ。あ、よかったよかったよかった。ちなみに俺 LG さんのメインでは会ってないです。僕エンジンはやってなさそうですけどね。どっちかっていうと慎太郎さんからじゃあ、うん、次ボタン押します。はい。めっちゃ被害意識、被害意識というか自意識過剰感、インポスターな気がするな。あれでそこでヒットっていうのはちょっと視界白いしね。本当に一本した白茶クリ。白茶クリピンク。はい、ありがとうございます。僕の経路がちょっとどこ脇か忘れたんですけど、コックピットに入った時に、まあ、結構いて、で伊豆さんが左車のダウンロードしてたんですよ。
で僕伊豆さん驚かせてやろうと思ってずっとついていってて、伊豆さんがコックピット出る時もついていってて、で停電になって見失って、まあエンジンいったやろなって思いながら僕武器庫の下入って、AK2 個拾って AK しまって終わってます。じゃあ、かなり直近ってことですね、キルが。そう、僕は夏目先生がハンドルタスクをやってて、はい、のすけさんがダウンロードっていうのは見てます。それを置いて停電を直しに行ってるところ、なので最初のすけさんを疑ってたんで、まあのすけさん筆頭でいいと思うんですけれども、はい、大事なのはサンシアさんと LG さんのなんか死人がバグってるみたいな、あってないですみたいな、そこを詰める方が大事かなと思います。停電中で多分あのオイルしてたんだったら僕は合わないのかなと思います。まあ分からなくもない、下にいるから、はい、三者さんの走ってた場所が分かんないっていうの、あとメインで伊豆さんと会ってないって話なんですけど、もしかしたら慎太郎さんかもしれないと、メインの右側、シャワーのドア近くで誰かと会って2人ぐらい、うん、僕ですね、慎太郎かけ丸がシャワーの右ぐらいにいたんで、あ、ま、じゃあ失礼しました、はい、じゃあその2人だ。僕つるんやったら三者さんとロール釣れない、釣れなくてよくないですか、釣れない、だって、まあ、のすけ、エレジー、三者が一応よ、パン君もありえる、うん、まあ一応パン君釣りも顔いるから、うん、いや僕はないっすね。あの釣りは言えなくていいからと僕目線なんで、パン君してるパン君はね、うん、パン君って囲いました、すいません、普通にクレー有利だからその無理に釣れなくていいですよ、パン君レポートじゃない、僕レポートです、ちょっとタスクしよう。パン君下位置って海サボのどのあたりかわかる？武器庫から上がったらすぐあります。あー、ドアの扉出てすぐする、あ、じゃあもうのすけさん本当に筆頭だ、エンジン寄り、どっちかというとエンジン寄りとかじゃなくて武器庫の扉の上ですもん。あ、死体を見たわけじゃなくてリポートを、ね、死体見てます、死体見てます、死人までしてるんですね、めちゃくちゃ怪しいやん俺、うん、うん、まあ、ボタン使ったんで死んでもらっていいですかね、うそやしこいつ死んでもないぞ。なんか主観ではサンシアさん、LG さんと LG さんの方が濃いかな、最終的にエンジン方面残ってるのは LG さんなんで、うん、まあ、でもさっきサンシアさんの3票入ってたのもサンシアさん、インポスターです、サンシアさん、サンシアさん死にされてないから、サンシアさんインポスターっぽい、違います、じゃあいいとこキッチンに行く用事できた、ピッ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 、前もさちょっと話したけどさ、色黒が目指すべき芸人さんはフジモンさんなのかな、栗、茶色青栗、茶色黒栗か、いや、シェリフいますか、いや、慎太郎のすけ多分シェリフで、のすかけさん詰めてください、慎太郎さん3秒前まで生きてました、はい、まあ、シェリフですね、あ、まあ、じゃあパッと言うと慎太郎のすけシャワータオルのとこで多分慎太郎さんが切ったかな、のすけさんのことぐらい、あ、そういうことか、並んでたんですね、かけさんでいいです、はいはいはい、あ、かけさんかけさんセキュリティ、絶対セキュリティ、停電が入って僕が下のアップロードで一緒になって、そこからこうなんかニューってこう円がちっちゃくなりながら視界が左に抜けるときにセキュリティの巻き戻しタスクやってた、ね、あれ最近だと思います、元気室で多分エレジーさん見てて、昨夜メインが上がってエレジーさんが左行ったかな、はい、エレジーメインじゃないとエレクトリカルでずっといますね、ガシャゴショタスクやっててずっとなんで、まあ筆頭ではある、昨夜さんはできないエレジーさん目線、いや、わかんないです、僕はエレキにずっといるんで、昨夜さんの最後エンジンからか宿舎前の下の扉だけ開けてて左と右が閉まってます、リフト右で停電直してます、あ、嘘です、貨物右です、貨物です、貨物です、最後どこでした、あ、上がったの、じゃあ言ってください、あ、真ん中でした、あ、合ってます、はい、左右真ん中です、三者さんどこで直しました、僕は昇降機右です、あ、じゃあ2人も走っていっちゃいます、ね、はい、エレジさんじゃないですか、うん、エレジさんが乗ったらされて、僕インポスター使用します、僕釣ったらジャッカルサイドキックで勝ちなんで、うん、ね、釣らないでほしいです、じゃあエレジさん釣らない、釣るけどサボ鳴らさないでください、絶対、あ、いや、絶対鳴らさない、勝てないよ、普通に釣るなら鳴らさない、意味のない声もやめてほしいですか、持ちかけない、釣るならドアも閉めるサボタージも鳴らします、エレジさん、それで配置すれば、で、頑張って、釣る、
結局だってレジーさんがジャッカルの可能性があるから、もうこれかなりきつい。うち勝てない。誰かダーツで殺すしか勝てない。少し待ってください。いや俺マジでジャッカルの味方しますからね、俺。つまり、まさか。でも、基本的にはジャッカルが初敵いるとかすると思いますけど、ね、逆転してるんで、インポスターとジャッカルが。僕ね、あれでしょ、あの、なんかね、武器庫に行く3人組の後ろに夏目先生切りました。はい、頑張ってください。夏目先生、アーカイブ行きます。ボタン頑張って押してください。ジャッカルおめでとう。じゃあ僕、コミサボの方行きます。ボタン行きます。なんであんな序盤にキルしてくんだよ。序盤じゃないし、2日目でしょ。サイドキック渡す。ナイス。ナイス。いやいやいや、ジュジュ様。絶望だったのに、終わってあれってなったの。めっちゃ可愛いパンくんそれ。ほら可愛いし。あ本当だ。いやガチで可愛かった。本当にキョンシーみたいに動いてる。いやガチで可愛かった。えそれあれ有料のやつ？そう、わかんない、わかんない、どっちか。有料のやつ。有料。慎太郎さんは何で切ったの？え、なんか。でもわかるって、ね、容疑者位置だから誰かって人に切るかみたいな。うん。私は最初何で切るの？いや違う違う、慎太郎さんに聞いてんだよ。なんでなんで代弁してんの？なんとなく切ったから。切り毒で切り毒。やってなかった。サイレ陣営おったなこれ。え、ちょっとし聞こうよ。サイレ陣営増えたなこれ。もう単純に外すまで切ろうと思って。やばすぎる。しゃべーよ。あ、でもおもろい。一発目外したんだ。おもろくねえ。おもろいじゃないよ。外したら死ぬんだよ。外したら死ぬんだよ。ほんまに頭追いつかんかった俺マジで。切ったからうわこれ伊豆さんとの二郎かと思って死んで見たら伊豆さんも黒って書いてるし、慎太郎さんシェリフって書いてるし、うんと思ってこれ。マジで頭追いつかんかった。ミサイルがどんどん増えてく。そうね。いやめっちゃ面白かったな今の。